中年なう、浅川図です。くだらないもの工房のバチャル、きつね風、卓上生ポイント、職人の匠ですと。はい、ということで、ね、匠くんのチャンネルね、収益化無事審査通るということで。無事ということで。っとこさですよ、苦節2年。ね、かかりました、ね、2>, 2年かかりましたね。誕生日前にね、あの、達成したんで、よかったな、っていう感じだよね。<laughs> ああ一応ね、27日に誕生日 &2 周年収益化おめでとう配信みたいなのやる予定なんで、よかったら遊び来てくださいませ。っていうことでね、えー、今回はね、M1 グランプリの、まあ、優勝が、まあ、ウエストランドっていうね、えーえー、コンビなんですけれど、えーまあ、これがこの、まあ、悪口漫才なんじゃないかっていうことで、この色々話題になったとうん、うん、いうことで、これ、たくみくんは M1 見てた で一応全部これ確か、ウエストランドって結構後の方だったよね。そうで、一番最後じゃなかったでしょ。一番最後か。なんかね、その順番も良かったんじゃないかっていう風に言ってる人もいるけれど、うんうん、この悪口漫才が復 実験したってていいう風にね、まあ、この芸能ライターの方書いてるんだけれど人に優しい笑いっていうブームが来てたじゃん、ここ2、3年って。そうですね。あの、ペコパこあたりからね。<laughs> そうそうそう,そう。人を傷つけない笑いっていうのがね、増えてましたね。で、まあ、去年のね、錦鯉なんかもそんな感じだったけれど、うんうん、これがこう、なんていうかな、それこそ昔の2ビートとかそういう漫才ブームにあった頃の、結構どぎついのをこう放り込んできた。 っていう、それがまた、このね、審査員の、この、票を得て優勝したっていうのが、この、なんだろうな、自分は言えないけれど、よく言ってくれたっていうふうに、こう、審査員側も思ってんのかなっていうね。<laughs> そうね、審査員側も多分、あんまり最近きついことを言えなくなってたと思うんですよ。そうなんだよね、結局ね。だから今回の審査コメントも、きついのなかったんですよね。ああ <ー S 2> なんか、これが全然面白くないみたいな、そういうやつじゃなくて。 ちゃんとここはよくて、ここは自分は苦手だったみたいな、そういうやつばっかだったんですよね。これがだから、あれか、今回、山田邦子さん入りましたけれど、はいはい、前はその上沼恵美子さんだったわけじゃん。で、上沼恵美子さんは割と結構バシっていう、好き嫌いをはっきり言う方だったよ、ねうん。あの人はね、個人的な好き嫌いがひどいんですって。<laughs> 今は審査員も審査員されるから審査員やりたがらないんだってみんな。ああ、なるほど、なるほど。批判されるのはもう覚悟でみんな審査員やってんだよね。自分の採点に関してっていう。うんうん、今回ね、その山田邦子さんも最初こそ点数にばらつきあったけれど、うんうん、なんかのデータで山田邦子さんの点数を引いてもほぼ同じ結果になったっていう。ああ、なるほどね。 意外とそのブレてるようでブレてなかったっていうのが、あの、分かったと。そういう意味ではすごく、まあ、バランスがいい人選だったんじゃないかっていうふうに言われてるけれど、うん、この、だから、どう言えばいいんだろうな、こう、1億総審査員時代なんだよね、まず。<laughs> そうなんですよ。テレビを見てる人も。<laughs> みんなツッコミ機質なんですよね。これがだから、なんていうかな、息苦しさにつながってきたのかな。だ結局それで、萎縮しちゃって、うん 人に優しい漫才しかできなくなっちゃったっていう側面もあるんかもしんないよね。側面、ね、もあるかもしんないですね。この状況で怒られないような漫才って何だろうってなった時にそこに行き着いたみたいなのも。 あるかもしれないですからね。それをこの、まあ、ウエストランドはもう名指しでユーチューバーとか、ね、<laughs> その、アイドルが必死だとか、感動の長いコントいらねえみたいなの言ったり、うんうん、あれなんかね、東京ゼラさんのこと言ってんじゃねえかっていう風に言われてるから、<laughs> そうですね。すげえとこ噛みついたなっていう。そうですね。だから、俺、一個気になってるというか、今後なんですけど、ここの二人が、 この悪口というか、人の批判だけになっちゃわないかながちょっと心配ですね。それをだからね、周りからこう期待されて、そういうふりを、ね、カンペとかで悪口言ってくださいみたいな言われるときついかもしんないよね。一時期のほら、有吉とかがそんな感じだったじゃないですか。あだ名ね。どうぞどうぞ。あだ名と毒舌でやってくださいみたいな。 あれ、別になくてもね、全然面白かったのにっていう。あれ、本人ももう途中からやりたくないって言ってたらしいからね。うん。それを期待されちゃうっていうことの、まあ、そのね、チャンピオンになるとそういうのが出てくるっていうのと、このね、審査員のまっちゃんは、まあ、窮屈な時代ですけれど、キャラクターとテクニックがあれば、毒舌漫才も受け入れられるっていうことで、うん、結局、 プロがやるから笑えるっていうのをまず、この、うん、<laughs> 視聴者は考えなきゃいけないと。これをだからさ、ね、これ子供とかしょうがないんだろうけど、すぐ次の日学校とかでこう真似されんじゃん。<laughs> そうですね。絶対やりますね。このね、ネタの内容あるなしクイズだけれど、うんうん、それの、なんていうかな、子供が学校バージョン絶対やり始めるんだと思うんだよね。うんうん、こういうやつが嫌だとか、<laughs> この先生が嫌だとかそうそうそう。そうそうそう。あの先生はありで、この先生はなしでっていう。<laughs> それがだからまあ、テクニックとキャラクターがあればそれが笑いに消化できるけれど、一歩間違えるとまあ、うん、そのいじめにつながるっていう懸念があるのは、これはまあ間違いなくあるもはあるんだよね。それはそうですね。それはもうほら、俺らの子供の頃もそうだったからね。まあそうですね。いわゆるいじりっていうさ、このお笑いが、特に関西からこう入ってきた時に、 うんうん、やっぱりその関西っぽいいじりを真似するその関東人ってめちゃくちゃいたわけだよ。そのクラスとかにも。<laughs> そこですよね。そこでま、下手な真似がこう蔓延した結果がいじめになってるところありますよね。で、そこであのぼーっとしてると突っ込まんかいとかさ、なんかえ、どういうことみたいなんとか、<laughs> ネタやがなみたいなさ。はい,はいはいはい。なんかそのぎこちないそのコミュニケーションが生まれちゃうっていう。 結局それはその何素人がやってるからそうなるんだよね。うん。いじりって。一個あんのが、あの、いじりにせよ何にせよ。もう、相手はプロですからね。そういうことなんだよね。うん。そんな素人が一丁一席で真似できるようなもんじゃないぞと。このね、まっちゃんが言ってることはそうなんだろうなっていうのと、 あとまあ、この、サンドイッチマンのね、あの、富澤さんが言ってた、このネタで笑ってる人は共犯だと。<laughs> これも本当にそうなんだよな。笑った瞬間に、もう、共犯になってるんだよな。 笑ったらもう、だって、お前このネタ、こういうことだ、お前もこう思ってんだろみたいなことですからね。俺、これだからすげえ象徴的だなと思ったのがさ、うん、えー、さやかに入れたのが大吉先生だけだったんだよね、あの、原原大吉先生。うん、自分はそのさやか、ま、さやかもね、面白かったけどね、すごい。これはさやかの方が面白かったっすけどね。特にま、さやかの一本目がね、すごい一番。一本目めちゃくちゃ面白かったね。ね、投資で一番面白かったのはあれじゃねえかっていうふうに言われてるけれど、うん、そこでなんていうかな この時代背景みたいなのがすげえ今回投影されちゃったのかなっていう、うん。うん それまでが人に優しい笑いだっただけに、新鮮に気持ちが乗っかっちゃったんだろうね。<laughs> 他が優しかったから、一個だけの毒にみんな飛びついたのはあるかもしれないですよね。これがみんなもうちょっとね、毒舌漫才とかやってたら、うんうん、ここまでそのウエストランドが目立つってこともなかったんだろうし。なかったかもしれない。その時代の流れ的に、まあウエストランド確か2年前にも出てるけれど、その時は得点低かったんだよね。 要するにまあ、その時代に合ってなかったんだね。その当時、うん、その独立漫談やってたってことが。2>, 2年前だとモロニーとのペコパとクなですからね。<laughs> そうなんだよね。うん、これはすごい世の中を反映してるなと思うんだよなここ最近のそのポリコレで何も言えなくなってきたっていう状態からすると。<laughs> うんうん、本来お笑いってそういうところに風穴を開ける役目だと思うから。うん なこれはこれで正しいとは思うんだよね。そうだね。まあ、白木さんが言ってたように、まあ、今の時代は人を傷つけてはいけない笑いだったけれど、まあ、傷つける笑いだったと。笑いは本来そういうものと、うん、まあ、あなたたちがスターになれば時代が変わるっていうことで、難しいバランスというのかな。まあ、これが行き過ぎたらまたダメなんだと思うんだけど。うん これだってさ、うん、来年の M1 はまた人に優しい漫才が1位取る可能性あるからね、この揺り戻しでね。ねうん、うん。まあやっぱな、時代を味方につけたっていうのが今回でかかったのかなっていう。うん。だからみんながこう、フラストレーション溜まってるところに、がっつりああいう、なん思いっきり刺してきたのが良かったんでしょうね、今回は。そうだねー。うん,うん。 ああ、路上ミュージシャンは街の迷惑者とか、<laughs> 結構すげえこと言ってんだよな。ね、あいつら絶対街の迷惑あの、<laughs> どんどん過激になっていくのがね。警察に捕まわり始めてるって、あのね、<laughs> 天丼というか、あの繰り返しはめちゃくちゃ面白かった <laughs> れ、ね、けれど。うまいなとは思いましたけど。そうだな、それで笑ったら共犯なんだよな。<laughs> うん <laughs> そんなことなないいって言えないですからね <laughs> これさ、例えばそれを言われて、路上ミュージシャンがイラってするのか、うん、その笑い流せるかっていう、これ、YouTuber もなんかね、コメントしてたけれど、うんうん、その m 1見てて、このウエストランドのネタが出た時に、あのテレビの前で凍っちゃったっていうふうに言ってたけれど。<laughs> <laughs> そこの、なんて言うかな、ま、自分が標的にされた時に笑えるかどうかっていうのね。うね。これだって、誰しもが標的になる可能性ありますからね。全然ある。うん、で、これが、俺、その、ウエストランドがまだ笑えるのは、うん、結局、 っっててててるるウエストランドのの方が変だっていいうううところにこう上手くこう回転させてるっていうのかなうんうん、うん、そうなんですよね。ただただ悪口なんじゃなくて、言ってるこいつもやべえやつだぞっていう形にしてるから、まあ、成り立ってるところはありますよね。正論を言ってるようで正論を言ってないっていうふうに、うまくこう、落としてんだよね。うんうん、で、それにつられて笑っちゃってる人は共犯っていうのはそういう関係性なんだよね。<laughs> そういう関係ですね。見事に、だから、まあ、これは本当にテクニックなんだと思うけれど、うん。最終的にそうなんだよね。ウエストランド の井口がなななんだだこいいつつおかしなやつだなっていう風にんそのまあキャラクターとかそのね芝居とか喋るり方のうまさでっていうことなんだろうけどまあ一つねだからこの懸念されるのは今回これで優勝しちゃってチャンピオンになっちゃってウエストランドが強い立場になっちゃった時にこの悪口漫才をやったらどう見えるのかっていうそれ見た人がああじゃあこの人たちの真似をしていいんだって思うとか。 どん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 こう、悪い方向に加速しなきゃいいなぐらいですかね。わかる。だからこれ、今回さ、ウエストランドが優勝して、うん、えっと、そのまあネタの中で、その長いコントをやってるとか、路上ミュージシャンがっていうことをネタにしたけれど、うん、じゃあ、俺らが、その、普通、一般の会話とかで、路上ミュージシャンって街の迷惑もんだよなって、 っていうのはまたこれちょっと違うんだよね。そうなんですよ。この人たちはネタでやってるからまだいいんですけど。そこに乗っかっちゃって悪口言うのは違うんだよな。うん,うん。そこではお笑いは生まれないんだよね。そうなんですよ。それただの悪口なんで。そう。そこをだから、ウェストランドが言ってるのをニヤッとするぐらいが正解なんだろうな。そうですね。あん、だから、 俺もこれはすごい見てる側なんであれですけど、うん、この人たちは見るだけにしといた方がいいなって感じですね。<laughs> そうだね <laughs>、うん。真似しようなんて思わない方がいいし、あの、なんだろうね。かなり誇張してケチョンケチョンに言うじゃないですか。あれをこう実際にやろうとすると、すごい、 カウンターの、なんつうの、帰ってき方がえげつないことになると思うので。これだから本当に昔から毒舌漫才っていうのはテクニックが必要だっていうのはそこなんだよね。うそうそう。周り待って自分にその回ってきちゃうから。うん。ただの真似で済ませるようなあれじゃないぞと。会話の面白さとしてはさやかのがやっぱ面白いもんね。あ、そうですね。やりとりの面白さね。うん,うん。でもさ、あれさやかもさ、佐賀県をディスったりしてたもんね。<laughs> <laughs> 出ても入れないだけ。うん、入ったら出れないだけ。入ったら出れないっていう。うん、<laughs> 生きてて行く場所ではないっていう風に。<laughs> いや、だからさ、結局、その、毒舌漫才が全部ダメってなると、そこもね、佐賀県の人はどうなんだとか、うん、その、えっ、ー、と、なんだ、40いくつになって産んだ子なのかみたいな、エローとか言ってたけれど、<laughs> じゃあ。言ってたね。まっちゃんとかがそれ言ってたよね。そうそうそう、高齢出産なをこうバカにするのかとかさ、いろいろこの、うん うーんなんだろうな。そういうのを全部当てはめていくと何一つできなくなっちゃうからね。そうそう。だから多少の毒はしょうがないんですって。ね。うん。うんただ毒食べるときは致死量まで食べちゃダメだぞと。副作用があるっていうことでよね。副作用がある。それに気づかないでバンバン毒やってると、<laughs> うん、そのうちにすげえダメージ来るぞと。自分に毒が回っちゃうっていうね。毒にやられない程度の毒をちょこちょこ食べる分には、うん。美味しくいただけると思うんで。うん あと、その、楽しむ分には俺全然その毒舌漫才とか大好きだからさ、今回、普通にやっぱ、うん、まあ優勝にふさわしいなと思うし、うん。だからってじゃあ俺もちょっとウエストランドっぽく、その自分のラジオで毒舌ガンガン入っていこうと全然思わないからね。<laughs> そうなんです。あれやっちゃいけない。うん。だからそのプロしかやっちゃいけないんでしょうね。なんかさ、まあちょっとこれ話それるけど、この前もさ、うん、アマチュアのユーチューバーだけれど、うん。 整形疑惑のあるその元 AV 女優のさ、なんか有名な人をディスってて、それをめちゃくちゃこの裁判しますよみたいなんなって、一回詫びを入れたんだけれど、実はその詫びが終わった後に、あの、全然反省してませんみたいなのやっちゃって、本気でその相手が怒っちゃって、 で,うん、で、結局、動画非公開になっちゃって、もう、ここ、1ヶ月ぐらい、落沙たないんだよね。<laughs> アホですね。マジで裁判の準備が始まってるんかもしんないけれど、うん、この、毒舌系とか、迷惑系って言われてる人たちの、この、まあ、ここを超えちゃいけないラインっていうのがね、やっぱり、どうしてもあるだろうから、うんうん、この漫才師であれば、絶対その、例えば、放送禁止用語とか絶対言うわけないんだから、うんうん、そのラインを守った上でっていうところだよね。そう,そうですね。 そのラインが、うん、まあ、言っちゃえば素人ってそのラインわかんないんで。そうなんだよね。そこを平気でひょいって言っちゃうと、まあ、大事故につながるんじゃないのっていう感じですね。<laughs> で、これ、ね、その悪口漫才はダメだって言ってる人がめちゃくちゃウエストランドの悪口言ってたりするからね。<laughs> 顔がキモいとか、<laughs> あの、ツッコミのやつが役立たずみたいな。<laughs> お前、悪口漫才嫌いだけど、お前は悪口言うんだな、みたいな, <laughs> な。いろんな意見があるとは思うんですけど、 プロな仕事はプロに任しとけっていうのが俺のこのまとめですかね。まああとはその言われたからって向きになんないっていうね。受け取る方も向きにならない。そこそこそこ大事なのはね。そこですよね。うん。うん、だからネタをネタとわからない人は生きづらくなっちゃうんですよ。<laughs> なんかひろゆきみたいなこと言ってんな。<laughs> かといってネタだったら何やってもいいだと、また、 きづらさが増えるんでそうそのさし加減をだからウエストランドは間違わなかったんだよ今回。ということで、えー、今回はね、えー、m 1グランプリのね、えー、今年の優勝はウエストランドだったというねお話でございましたよろしければチャンネル登録お願いします。